長崎のメガネ橋1999年頃のメガネ橋中島川とその両岸のバイパス水路。写真中央の橋は袋橋、その向こうがメガネ橋。地図メガネ橋は長崎市の中島川に架か,かる石像二連アーチ橋である。佳橋時、琉球王国だった天女橋を除くと日本初の石造りアーチ橋である。1960年に 国の重要文化財に指定された。橋の長さは22メートル、幅3.65メートル、川間までの高さは5.46メートル。二つの半円を描くアーチ形式の石橋で、水面に映し出された姿が、メガネのように見えるところからこの名がある。1634年、中国から来日して、幸福寺の二代目住職となった木庫、女帝によってかけられた。 目師は、中島川の氾濫の度に橋が流出されるのを、見兼ねて、中国から石膏を呼び寄せてメガネ橋を建造させたと言われている。1648年の洪水で損壊するが、平戸港夢が修復している。その他は、港乱が破損して修復したと見られる形跡がある。ものの、流出することなく度重なる水害に耐えてきた。 1982年の長崎大水害では、メガネ橋を含む中島側の9つの石橋が被害に遭い、そのほとんどが流出したが、メガネ橋は半分程度損壊するという深刻な被害を受けたものの流出は免れた。修復のための部分解体調査で、江戸期のものと見られる階段跡が左岸端々から見つかったため、従来はスロープとなっていた。 橋橋は階段へと変更された。橋橋は1873年頃、人力車通行のために階段をなくしたものとみられる。ただし、メガネ橋は1948年以後、車両の通行が禁止されている。流出後、下流で見つかった石材については、復元時に再利用された。メガネ橋のあたりは、増水時の氾濫対策として、川幅を広げる必要があったが、 橋などの姿をなるべく残すよう、川幅や橋はそのままにして、両岸の地下に暗渠式のバイパス水路を設けることで解決した。この際、佐賀川バイパス建設地の上から川の上にまで、張り出した家屋や商店など46戸は、約20年の交渉を経て全戸が移転し、跡地には歩道と街路樹が整備された。メガネ橋以後に架けられた中島側の石橋は、 すべて単アーチであるのに対し、このメガネは忍みが二連アーチである。ありがとうございます。